こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。今日はこの南の帝王からですね、学びをお届けしたいと思います。まあ、私が好きな作品たくさんあるんですけども、そうですね、まあ、この DVD ソフトの中でラストを飾る土俵際の伝説っていうのがあるんですよ。これはね、ある力士の方が引退してちゃんか屋をやってるんですよね。でちゃんか屋をやりながら、まあ、なんて言いますかね、萬田銀次郎さんにお金を借りたり貸したりっていうのを、まあ、うまくやってたんですよね。まあ、そこに大学の相撲部の顧問にならないかという話があって、まあ、顧問に就任して、で大学からもお給料をもらうんですよね。で一見順調にいきそうなんですけども、ここにですね、まあ、罠が仕掛けられてるんですよ。どんな罠かと言いますと、この元ね、巌流って言ったかな、お相撲さんでちゃんこをやってる大学のね、お相撲部の顧問になった方なんですけども、この方の先輩と言われる方がですね、だからまあやってくるわけなんですよ。最近調子いいみたいじゃないか、おどうしたんや、相撲か、ええー、なーみたいな感じで最初は応援してくれるような感じで来るんですよね。で、この主人公としているその引退したお相撲さんもですね、もともと先輩にはお世話になりましたから、先輩がいなければ今の私はなかったというね、本当に義理がたい方なんですよ。でも先輩はですね、ヤクザと関わってる、まあ、下っ端なんですよね。でヤクザの上納金を払わなくちゃいけないんで、まあ、そのね、後輩を騙してですね、大学に、大学の相撲部が強くなるためにはモンゴルからの研修生をね、呼ばないといけないぞと、このモンゴルのなんとか君っていうのを呼ぶとお前の部はな、優勝するんだっていうわけなんですよ。そしたらですね、そうか、部の存続のため、そしてこの部を盛り上げるためには海外選手ってのもいいかもなみたいな感じで、まあ、先輩の言うことですからね、まあ、真に受けてしまうんですよ。でもこのね、引退した力士のその相撲部の監督の顧問監督のですね、奥さんっていうのが立派な方で、いや、お金でね、人を呼んでそれで優勝できるんだったら何の意味があるんだ、なんであなたが顧問になった意味があるんだっていうわけなんですよ。ここなんですよ。そうなんですよね。普通私たちビジネスをしていて経営をしているとね、立地さえ良ければとかね、有名人が広告塔になってくれればとか、なんか強い商品があればと思っちゃうんですけども、これっていうのは自分の力以外のものに依存してる結果なんですよ。でもどんなところからでもですね、立ち上がる人っていうのは、場所が一等地でなくても、そして有名人がプロデュースしてなくても、自分の才覚だけで、もう商品にも何にも頼らずね、自分の発信力と信用力でどん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 売り上げを上げていく、その姿なんじゃないかなと思うんですよ。これがビジネスだと思うんですよ。まあ陳腐な言葉で言えばビジネスの本質です。それはですね、何を売るかではない、誰が売るかなんだということなんですよ。これは非常に危ない表現なんですよ。というのはですね、この誰が売るかっていうところに悪意が入っていると、もう二束三文の製品がですね、高値で売れてしまうという、いわゆる、有害な販売になってしまうんですよね。ここに気をつけるために、私たち事業者はお客様のためとかね、社会の存続のためとか発展のためっていうふうなマインドセットが必要になってくるんですよ。ですので多くの消費者さんは、もちろん自分の欲求を満たすことがもう第一なんだけども、でもね、自分がそれを使うことによって周りの人も豊かにできるかなっていうふうに考えていくわけなんですよ。で、南の帝王から学んだのはそういうふうなね、マインドセットだったんですけど、これは映画の中に語られてるわけじゃなくて、見る方が、あ、こういうことなのかもしれないなと感じることなんですよね。だからこれが解釈の力なんですよ。で、私はそういうふうに、改めて思ってですね、それから自分のビジネスをするときにこういうふうに考えてるんですよ。その例えばビジネスをした上で、まあ、お金が入るじゃないですか。そのお金を払った方は本当に豊かになったのかなと、困ってはいないだろうか、言い出せないことがまだあるんじゃないだろうかって、こういうふうに思うわけなんですよ。まあ、ですので問い合わせが来ないからもう知らないよとか、ほったらかしだっていうことじゃなくて、サポートを求めてないんだからあなたの結果が出ないのはしょうがないですよ、じゃなくてですね、こういうふうなことでつまずいてる方いませんかっていうふうな、まあ、動画をね、上げることにしてるんですよ。そしてずっとやってます。もう数年前からやってます。やっぱりね、5年ぐらい前のか 前に縁を持った方が、速稼塾ってまだやってるんですねって形で、またね、再入門してくださる例もありますし、波紋になったものが、後々気持ちを改めて、もう一回学ばせてくれませんかって来る例があるんですよ。これなんでこういうことが起きるかっていうと、私が辞めてないってことなんですよね。そして私がいつもですね、自分のそのビジネスの、まあ、いわゆるね、正義感に、やっぱこうもがき苦しみ葛藤してるわけなんですよ。私自身も今もそうです。これで良かったんだろうかと、低価格にすることが本当に誰かのためになってるんだろうか、
高額な商品を売るだけがいいことなんだろうか、悪いことなんだろうか、いろんな商品がある方がいいんだろうか、それとも一つのものにした方がいいんだろうか、動画を編集するべきなんだろうか、こんなにたくさんのジャンルをやっていいもんだろうか、すべてですね、毎日毎日どこにたどり着くのかっていうことをね、無意識のようであり意識するところでもあるんですよ。で、南の帝王っていう作品に戻りますけども、人はいろんなね、これビナメルとの作品ですけども、いろんなことでお金で失敗するんですよ。一つではないんですよ、失敗する原因ってのは。それは自分に原因があったのかもしれませんし、周りの人に原因があったのかもしれませんし、抵抗しがたい一方的な悪意に巻き込まれたのかもしれません。でもですね、私たちが目の前に置いている現実っていうのは一つなんですよ。お金に困っている、もしくはお金をきちんと付き合いができているっていうことなんですよ。多くの方はお金によって恩恵を受けるというよりも、お金によって苦しめられてるんではないかなと思うんですよ。何度やってもお金で失敗し、お金に苦しめられ、お金に対する不安があり、自分の精神まで苛んでしまうってことが起きるんではないかなと思うんですよ。私がずっと求め続けていくのは、人はですね、お金を使うことによって豊かになるはずだと思うんですよ。でもお金を使っている人っていうのはなんかね、不幸になってるんですよね。それはなんでなんだろうかなと、まだ答えが出てないんですけども、まあ、一つはですね、やっぱりお金を支配する、お金を扱っていく、お金を使っていくっていうこと。お金っていうのは人間が作り出した概念ですから、お金によって使われるような人間にならないように、私たちはお金の誘惑をある時は断ち切りですね、ある時はお金というものを道具にしていろんな方に語りかけていく、そのツールにしなければならないのかなと思うんですよね。まあ、そういうこと、他にもいろいろあるんですけども、この南の帝王からは本当にさまざまなことを学ばせていただきましたね。これからも多分見るたんびに違った角度で学んでいくと思います。本日は以上です。